皆さんこんにちは、タップアーティストのリリーです。歌って踊ろうのコーナーが好評でしたので第2弾行ってみたいと思います。今日はですね、私たちが福祉施設に伺った際、スタップの体験をした際によく最後に歌っている東京ブギウギを歌いながら踊っていきたいと思います。ではですね、ステップはですね、いつものシャッフルスタンプでいきたいんですけど、軽く思い出していきましょう。ではちょっと横になって説明しますね。はい、まずはステップ前だけでキックします。せーの、キック、せーの、キック、せーの、キック、せーの、キック。はい、で今度は後ろに弾くんでしたよね。前だけを使って後ろに行きましょう。せーの、後ろ、もう一度後ろ、せーの、後ろ、もう一度後ろ。では次で最後です。一度見ておいてください。前、後ろ、ボン。でこの時気をつけていただきたいのが、前しか使わないのでかかとは当たらないように、前、後ろで最後はドンと全部つけてください。それでは一緒に行ってみましょう。せーの、前、後ろ、もう一度、せーの、前、後ろ、思い出しましたかね。もしもうちょっと詳しくやりたいなという方は前の動画に戻っていただくと、しっかり時間をかけて説明しておりますので、そちらの方を見てください。それでは最後左右つなげてみましょう。一度やりますので見ておいてください。せーの、前、後ろ、ドン。で手も歩くようにつけて、前、後ろ、ドン、前、後ろ、ドン。はい、それでは一緒に行ってみましょう。4回、せーの、前、後ろ、ドン。はい、前、後ろ、ドン。もう一度、前、後ろ、ドン。はい、前、後ろ、ドン。どうでしょうか。できましたね。で今度は歌って踊ってみたいと思うんですけれども、そう、歌いながら踊るとね、頭も使うし足も使うし、また手も使うし、難しいと思うんですけれども、同時にすることですごく体の運動だけでなく頭の運動にもなりますので、頑張っていきましょう。それでは早速東京ブギウギ歌いながらいきたいんですけれども、ですね、今日は最後にちょっと締めを作りたくてですね、最後が東京ブギウギヘイっていうところがあるので、そこだけはこのシャッフルスタンプだけではなく、東京ブギウギヘイ、この感じで踊りたいです。最後はですね、全部つけていただいて、タタタタタタタで最後が両足でドン。ちょっとやってみましょうか。せーの、東京ブギウギヘイ。で最後は手をつけてみましょう。大丈夫ですか。タタタタタタタ、うん、ダンです。もう一度言ってみましょう。せーの、東京ブギウギヘイ。これが決まると気持ちいいですね。それでは音楽ピアノに乗せて、歌は私の歌で、皆さんもぜひとも一緒にね、口ずさみながら踊ってみましょう。それでは音楽。Oh, no.
ことはできましたか？この東京ブギウギはですね、まあ、おいらの船は300トンと同様に、私の体験会でよく最後に歌って踊って楽しむので、ぜひとも皆さん歌詞を覚えて歌って踊れるように頑張ってください。まだね、コロナの時期ですけれども、終わった時に皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。この動画で楽しむことができましたら、高評価そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。